目覚ましテレビをご覧の皆さん、おはようございます。三浦春馬です。今月23日公開の映画コンフィデンスマン JP プリンセス編、前作ロマンス編から出演しているどういうご関係、元恋人同士だよ、他人よ長澤まさみさん演じるダー子の元彼にして天才恋愛詐欺師ジェシー役の三浦春馬さんに独占インタビュー。今作のお気に入りシーンは、ダー子と自分が演じさせてもらったジェシーのこうセリフを交わしながらのダンスシーンになりますね。協力してくれたら君の邪魔はしない。撮影当日まで長澤さんと一緒に練習することはできなかったそうで、君と僕との思い出のいくつかを3兄弟に話すまでさ、もうタブレットで確認させてもらって、コンフィデンスマンのその世界観をイメージしながら、きっとまさみちゃんはこういう風に来るだろうっていうことを微妙にこうね思い描きながら、ぐっと集中して本番に臨んだっていうようなシーンなので、なかなか濃い時間を過ごしたんじゃないかなっていう風に。